一個町は岩手県の北に位置する町である。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると8.94%減の12,919人であり、増減率は県下33市町村中24位。東町内の奥中山地区には森岡地方気象台のアメダス観測所が設置されている。 郵便局間郵便局一個駅主要な幹線交通が一通り接続しており、インターチェンジなどは二個市への玄関口の役割を果たす。鉄道路線の岩手銀河鉄道線は、東北新幹線の八戸延伸を機に JR 東北本線が第三セクターによる運営に移行したものである。一般路線以前は南部バスも乗り入れていたが、 利用客減少のため2008年3月31日をもって廃止された。デマンド交通、高速自動車、国道一般国道県道主要地報道、一般県道東町内に自動車教習所はないものの、岩手県北自動車学校と385、オートスクール3個校が東庁北部へ、岩手中央自動車学校が東庁南部へおのの送迎バスを運行している。 自動車のナンバープレートナンバー地名表記は岩手となる。町内からの利用は主に花巻空港か三沢空港となる。ご所の遺跡の縦穴式住居実装時の遺帳1万台間。ありがとうございます。